守る手当て法中国4,000年の歴史を持つ気候が最近大変なブームになっているように思います一口に気候といってもいろいろな利用のされ方や何々流といった流派がたくさんあるようですあるものは武道としての気候であったりあるものは精神鍛錬や自己開発のための教えであったり健康を築く養生法であったりします 見方を変えればそれぞれ違った内容のように思えますがそのルーツや基本となる考え方競技は皆同じところにあると私は考えますただ手法に多少の違いがあったり活躍されてきた場所や時代の流れが違うだけではないかと思うのですなぜ私が基本が同じに違いないと考えるかといえば基礎のものが 誰でもどこに住んでいる人でもいつの時代の人でも皆普遍的に持ち合わせている同一物だと思うからですだからこそ戦国の世を何度も隔てても今に生きて受け継がれてきたのではないでしょうか元気の気病気の気気持ちの気活気の気べて気です病は気からなどとよく言われますが気が 健康や生きがいいいを膨らませたりませせたたりりしぼすすることは間違いのない事実です私は気候の先生でも学者でもありませんから詳しい内容についてお知りになりたい方は専門とする先生方に相談していただくとしてここでは誰にでも持っている気を病に苦しむ人を救ってあげたいという愛念の気で。 苦しみを軽減させる守る手当法を紹介することにします。お腹が痛くなったとき、手を当てて痛いからなどと言ったことはありませんか歯が痛くても、顎を押さえるように手を当てがいます。怪我の処置や病気の治療も手当てをするといいます。患部に手を当てると、なぜか安心できます。手のぬくもりと、手から出る気の電子のようなものが、 幹部の痛みととと不安を取り除こうと働くからだと思います苦しんでいる人があれば自分が自分にするように手をあてがってあげればよいのです至って単純なことなのです霊霊気候法などと呼べるような大それたものではありませんが誰にでも手のぬくもりとなんとかしてやりたい今何かできることがないかという気持ちをお持ちでしょう そのような時にぜひ手をあてがってみてください。片手でもいいし、両手でもよい。腰や腹はできれば両手で、静かにして15分から30分ほど、そっと手を添えてみてください。触られて嫌なところや痛みの増すところは、患部の上に手をかざすだけでもよい。肝心なのは、早く良くなってという心を込めた思いやりです。 体力の弱った影滞在性になって苦しんでいる時などには特に有効です。仰向けになっている人に腹部に両手を添えているつ立っている人の胸に片手で浮かして添えているつ今すぐしてあげれる気の健康法誰にでもアイネムはありますですから誰にでもできます。